どうも高井です。私は YouTube のコメント欄をブロックしている理由について話します。今年で動画投稿4年目になるわけですけど、動画投稿を始める前からブロックすることは決めていました。その理由が誹謗中傷は 99% つくだろうなっていうような思いからなんです。去年から始めた突破図でその思いは正しかったんだなってことを痛感させられました。ついたコメントの9割ぐらいっていうのが誹謗中傷だったんです。中でもカチンときたコメントが2つあって、1つ目っていうのが、もっと本を読んで読み込んで勉強して出なしてきてくんないっていう書き込み。私の動画は読書のアウトプットですけど、これがスポーツだったら何が起きるかっていうと、中学とか高校の部活動ってありますよね。これが3年間やり込んできて、3年間ずっとベンチ、試合に出れずベンチでしたってなったら、ほとんどの人はどう思うかっていうと、俺には才能ないからこのスポーツ諦めようって思いません？3年間やったけどまだ希望ある、だからやり続けるっていう人ってよっぽど好きじゃないとないと思うんですよ。おそらくね、誹謗中傷が飛び交ってるからほとんどの人って1年間で心がポッキリ折れちゃうわけですよ。なので私はコメントのブロックって重要なことだと思うんです。2つ目、そんなドヤ顔で話していい気になってんじゃねえよとか、私自身がレンズずっと見て話すもんだからドヤ顔に見えてんでしょうね。この顔のせいでじゃないですよ。自信満々に話してる人を見てイライラしている。むしろアウトプットするときに自信満々じゃなくて、はぁーっていう、こんなねやつれた顔というか疲れ切った顔で話をされるのと自信満々な顔、どっちがいいと思います？私は自信満々な方がいいと思ってるんですよ。そっちの方が聞き応えありますしね。これを聞いてあなた自身はコメント欄をブロックに、それとも批判されますかね？それともあなた自身はブロックするべきじゃない、もっとオープンにして受け止めるべきだって思いますか？一度ね考えてみて、私のことに共感してくれる方はグッドボタンお願いします。それでは。